どうしたの花子、私の顔に何かついてるかしら。いや、お母さんと花子って似てる？似てるわよ。のっぺりとした純和風な顔、そっくりでしょ。そっか、確かにお顔はっきりしてはいないですし。世の中意外に他人の方が似ている場合もあるのよ。え、そんなものなの？そう、それが悪用されちゃうこともあるんだけどね。そうね、今日はこんな話をしてあげようかしら。ドッペルゲンガー殺人。私と母は姉妹のように仲良しで、2007年に私が生まれ故郷のロシアを離れ、アメリカ、ニューヨークに住んでからも毎日電話を欠かさなかった。それでね、笑っちゃうの。私が電車に乗ろうとしたら、ちょっと待って、お客さんみたい。え、そっちもう23時よね。そんな時間にお客さんって。ああ、ビクトリア、どうしたの？あら、それは大変ね。どうぞ、うちのシャワー使っていいから、どうぞ。ちょっと、お母さん？ああ、ごめんごめん。隣に越してきたビクトリアの話はしただろ？ああ。あのお母さんと横に並ぶと、お母さんののっぺり顔が目立つ超絶ハリウッド級セレブ美女のビクトリア。寂しいこと言わないでよ。当たってるけど。そののっぺりした母親とそっくりだって評判よ。娘のナディアって子は。ええ、そうよ。ロシア人らしからぬ凹凸のなさってこっちでも評判よ。じゃなくて、そのビクトリアがこんな時間にどうしたの？シャワーが壊れて水しか出なくなったんですって。だから借りたいって。シャワーを浴びてからじゃないと眠れないそうなのよ。それは一大事ね。それじゃ私もそろそろ切るわね。へえ、また明日。私はアメリカで結婚と離婚を経験し、学生時代より今の方がずっと母との絆は強かった。母だけが支えだった。それなのにまた電話に出ない。昨日も今日も何度も電話してるのに。こんなの今までなかった。絶対おかしい。お母さんに何かあったのかも。電話がつながらなくなってすぐ、私は迷うことなくロシアに帰国した。それは一つの疑問があったからだ。ビクトリア、私隣人のアラの娘のナディアです。昨日から母と連絡が取れなくて、何か知らない？ああ、アラね。アラは友人と旅行に行くと言っていたわ。それで携帯の電源が切れているんじゃないかしら。そう、ありがとう。切った瞬間確信した。ビクトリア、嘘をついている。これだけ仲の良い親子なのだ。私に黙って旅行に行くことは絶対にない。知らないと言われた方がよっぽど信じただろう。私は帰国してすぐに実家を見回し、母の姿がないことを確認すると、すぐに隣家のビクトリアの元へ行った。番組からのお願いです。花子さんのファンになられた方、ぜひチャンネル登録をお願いします。きっと花子も喜ぶと思います。そして今後は公開予告、英語配信も予定しています。今後も花子を応援してくださいね。はじめましてナディア。はじめましてビクトリア。母の居場所を教えて。さもないとあなたを窒息死させるわ。あなたの母親は生きてるわ。彼女は生きてるの。そう言って彼女は慌てて家に戻っていった。生きてる？まるで生死をあなたが握っているようじゃない。私は確信が確信に変わった気がした。私は母と私だけが知っている秘密の隠し場所を探した。ない。やっぱりない。母が大切にしていた宝石や金品、現金5万ドル、日本円にして約550万円だけがなくなっていたのだ。それからクローゼットも探してみると、何よ、これ。クローゼットの壁には母の文字で、ジェンギ、英語でお金と書いてあった。この場所を私とお母さん以外に知ってるのは、あの女だけ。それから私は警察に失踪届を出し、自分でも貯金を使って、あの女が母を連れ去った証拠を探した。どこかで生きている、そう信じ手作りのチラシを作り、手がかりを探して何千キロも広いロシア中を移動することもあった。それと同時にある疑問を抱いていた。
ビクトリアは早い段階から様子がおかしかった。ということは、あの女はお母さんと電話がつながらなかった日、一緒にいたんじゃ。私は町に設置されている防犯カメラをお金を払って何とか見せてもらった。そしてようやく行き着いた。母が住むアパートから100キロほど離れた場所で、ものすごいスピードを出しながらレンタカーで走るビクトリアの姿があった。その助手席には寝かされた母も映っていた。これが証拠です。あの女を、ビクトリアを逮捕してください。これですんなり母の居場所がわかると思っていた。しかし、ビクトリアはこのカメラ映像を掴んだ主任刑事や捜査官を手玉に取り、その美貌を使って捜査網をすり抜け、国外逃亡を果たしたのだ。私は警察に怒りを覚えつつ、諦めずに母を探した。最後の希望も打ち砕かれることになる。母が焼死体で、あの女が私から全てを奪った。あの女を私の残りの人生全てかけて探し出し、地獄に突き落としてやる。ビクトリアは母にアメリカへ旅行に行くと告げると、私宛にと6,100ドル、日本円で約70万円とミンクのコート2着を渡してほしいと言われたそうだ。それで金や宝石、コートなどそのまま盗もうと思い立ち、犯行に至ったことも分かった。私は打ちひしがれつつも、ニューヨークに戻るとすぐに探偵を雇った。ハーマンというその探偵は、ロシアのふぬけた警察よりもよっぽど有能だった。それも当たり前、彼はニューヨーク市警に20年勤務した元ベテラン刑事だったからだ。ビクトリアの居場所が分かった。幸運だったな。あいつニューヨークにいるぞ。殺人まで犯しているというのに、あの女はその美貌をひけらかすため SNS に自撮り写真を載せ続けていたという。サングラスに映った場所をハーマンが特定し、居場所が判明したのだった。ハーマンはそれまでの彼女の行動も調査していた。ビクトリアはニューヨークに逃亡してからも、強盗や薬物に手を出すなどの犯罪を行っていたそうだ。ロシア警察がそのことを知らなかったのは、国際手配をしておきながら彼女の指紋を取っていなかったずさんさが原因だった。それだけじゃない。あの女は悪魔だ。人を道具だとしか思っていない。俺は生まれて初めて寒気がしているよ。こんな人間がいるのかと。ハーマンが調べた中には、2016年にドッペルゲンガー殺人なるものも引き起こしているという報告もあった。被害者はビクトリアにとてもよく似たウクライナ出身のオルガ。ビクトリアは国際指名手配をされているので、これ以上の国外逃亡は不可能だった。そのため、自分によく似たオルガがサロンで勤めていることを知ると、半年間そのサロンに通い詰めた。仲を深めた上で彼女を油断させ、チーズケーキに強力な精神安定剤を混ぜて食べさせたそうだ。何？このチーズケーキ、味が変。おい！異変を感じたオルガはすぐに吐き出したが、昏睡状態に陥ったという。パスポートのありかを知っていたビクトリアは、オルガを自殺に見せかけて殺し、彼女になりすまして国外逃亡をしようと企てたそうだ。だが、この事件はオルガが九死に一生を得たことで失敗に終わった。その後、また潜伏していたビクトリアをハーマンが見つけたのは、2017年3月のことだった。やっと見つけた。あの女がビクトリアか。まるで別人だな。探し当てたビクトリアの潜伏先に現れたのは、見る影もなく太ったビクトリアだった。しかし、ハーマンは足元を見て確信したという。犯人は顔や体型を変えていても、殺人現場で履いていた靴じゃなければ、そうそうお気に入りの靴を捨てないものだ。SNS に美貌を誇っていた時のビクトリアが乗せた靴と全く同じ靴を履いた女性をビクトリアであると断定したそうだ。すぐさま彼はかつての職場であるニューヨーク市警に連絡をした。ただ、今までの警察とは違い、ハーマンは人探し以外の部分も周到だった。今までも女の武器で逃げおおせた彼女を今度こそ逃がすまいと、新聞社とカメラマンに情報を売り、大々的に報道させたのだ。世間の関心を呼び、彼女の裁判の行方はニューヨーク中の人間が見守ることとなった。昏睡強盗など軽い事件だけではすぐに釈放されてしまう。だから数々の事件への関与と
ロシアでの事件を世に知らしめ、簡単に釈放できないようにした。しかし、彼女は私の母の殺害に関して、未だに認めていない。だから、私はニューヨークで、まあ、いくつか犯罪は犯したわよ。ええ、それは認めるわ。でも殺人なんてやってないわよ。は？ロシアで焼死体が見つかった？そこまでレンタカーを運転していたのはお前だろって？言ってくれるわね。私は酔っ払って寝ちゃった友人を知り合いの家まで送れって言われて、車を飛ばして連れて行ったわけ。感謝こそすれ、恨まれる言われはないわよ。はい、おしまい。希代の悪女ですね。そんな彼女に似ていたオルガや、隣人となってしまったアラは、災難だったとしか言いようがありません。皆さんも、気のいい隣人には、十分ご注意を。おやすみ、花子。皆さんも、良い悪夢を。